保育器、はい、ではですね、あの発泡スチロールの箱、鳥かごが入るぐらいの発泡スチロールの箱を、はい、ホームセンターで買ってきてもらって、はい、でこの中に鳥かごを入れます、はい、でちっちゃな空気穴を作って、はい、あんまり大きな穴だめです、うん、本当にちっちゃい穴をね、10個か20個ぐらい開けといて、はいはいはい、で中見えないから、うん、どっか窓を作って、うん、振り抜いて、はい、でクリアファイルかなんか貼っといて、でここに見えるところに温度計、はい、温度湿度計、はい、これを置いてもらって何度かなる分かるように、うん、でできればこの中は30度、はい、で湿度がまあ 30% から 40% 越すぐらい、はい、温度も30から33度ぐらい OK ですけど、はい、ってことは鳥かごとこの発泡スチロールの間にね、はい、カイロとか、うん、フィルムヒーターとか、はい、スポットヒーターとか、はい、そういうフィーチ、はい、フィルムフィーターだったらちょっとコードのねところをちょっと開け、うん、なるべく隙間が少ないようにして作ってもらうという、はいはい、こういうのを用意しておいてください。わかりました、はい、で、はい、それがさっきのね、はい、再生リストの、はい、再生リストの小鳥のところ、はい、小鳥のところで患者さんが作ってくれた簡易保育器、これとかね、これこれ患者さんが作ってくれた簡易保育器なんですけど、そういうのが載ってますんで、それを参考にしてちょっとこれ作ってください。で作ったらあのふーちゃんいないけど、まあ、早速ちょっと温めてこの中が何度になるのかちょっと観察してください。だから温まるのは多分カイロとか入れてればすぐ密閉されてればね温まるけど、多少の空気穴はいりますからね。で時々空気穴めっちゃ大きくする人がいるから、本当ちっちゃい穴で大丈夫です。これは、ね、段ボールではなくて発泡してるのがいいの方がいいですね。で割と最近売ってますよ、発泡するの箱ってホームセンターに、はい、だと切って中が見えるようにと、この中そこに見えるところに温度計、こういう温度湿度計をパッと置いて何度で何パーセントかなって、はいはい、それがあるとあの助かりますね、はいはい、それだけです。これは、あの体調悪い時とかでも、そう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 、体調悪い時、なんか調子悪いなと思ったら入れてあげると、うん、温度管理できるじゃないですか。部屋全体をさ30度なんてしたら、うん、お家の中カビが生えちゃうから、うん、そんな、うん、レンジの冬場にそんなにはならないから、うん、いくらあったかくなっても、うん、ここでも今強めにしてても27度ぐらいですから、うん、それで湿度は上がらないんですよ、うん、なかなか、うん、だからこういう簡易保育器をねちょっと作っといて、うん、作ってください。 できたら何度で何パーセントぐらいになるの、なるっていうことをちょっと観察して教えてほしいんですよね。それはまたちょっと近いうちに、はい、で明日はじゃあ11時ぐらいに、ね、面会で、で、あの、うん、一応こちらでは用意しますけど、うんうんうん、一応ちょっとだけ持ってきてくださいね。はい、ちょっと動いてます。